こんにちは、しんこです。僧侶がグッときた言葉第22回。早いものでゴールデンウィークも終わって、まあ新年度、生活が変わった方も少し落ち着いてきた、あるいは慣れてきた、逆に大変になってきたっていう時期の方いらっしゃるかと思います。まあ、ここでよく言うのが、まあ、5月病とかっていうように、ちょうどこう暖かくなってくるこの時期にモチベーションを保っていくことだったり、生活をちゃんとこう整えていくことっていうのはやっぱり自然と難しくなってきてしまう部分ってあると思うんですよね。で、そこで今日はですね、なんでこんなうまくいかないんだろう、こんなはずじゃなかったのになっていうふうにちょうど今思ってらっしゃる方にぜひ聴いてほしい曲をご紹介したいと思います。今回ご紹介する曲はミス・マンデーでザ・ライトフィーチャリング KJ フロムドラゴンアッシュ、森山直太朗ペスフロムリップスライム。過去一番曲名長いですね。ミス・マンデーさんはフィメールラッパー、女性のラッパーでいうと本当に先駆けのような方で、今はもうラッパーとしての第一線、表舞台からは退いてできれば裏方にっていう風になってらっしゃる方なんですけど、ちょっと細かいプロフィール調べても出てこなかったんですけれど、日本人があまり持っていないようなポップ用語なんかで言うと、黒いというとちょっとね差別的な部分あるかもしれないんですけど、本当に海外の感じのこういいグルーヴ感という、日本人が頑張ってラップしてるっていう感じではなく、自然とこう音楽としてラップをやってる女性としてすごくスタイルを確立された人なんですね。ミス・マンデーさんで結構他にもいい曲たくさんあって、まあちょっと今回の趣旨と合わない部分があるんですけれど、優柔不断という曲とか、あとは Life is Beautiful っていう曲とかは結構今でもよく聴く曲ですね。ただ今回はこのミス・マンデーさんの曲なんですけれども、取り上げる言葉はフィーチャリングの中にいらっしゃる方なんですよね。もうすごいメンツじゃないですか。ドラゴンアッシュの KJ と、それから森山直太朗、リップスライムのペスということで、本当にそれぞれのジャンルの天才が集まってきたというか、カリスマが集まったような組み合わせですよね。ここのね、森山直太朗さんがフックのところでしっかりと歌うところがすごく良くて、このなんかこう全体をこうグッとまとめた感じになってですね、この曲本当に私かなり好きな曲なので、ぜひ聴いていただきたいんですけれども、まあ、曲の趣旨としてはもう本当にシンプルで、いろいろな悩み苦しみがある中にいつか見えてくるであろう光について歌っている、そんな曲ですね。ザ・ライトという曲名なので、まずはですね、グッときた言葉をまずご紹介した方がいいと思うので、先にご紹介してしまいましょう。今回私がグッときた言葉はこちらの部分です。噂をしていくどうかの苦悩などしていくのだろう、これを充実と呼ぶんだ、hey。はい、右往左往していくどかの苦悩などしていくのだろう、これを充実と呼ぶんだ。これはですね、 KJ さん、ミクスチャーバンド、ロックとヒップホップなどをすごく混ぜて一世を風靡したバンド、ドラゴンアッシュのボーカルであって、グレートフルデイズなんかはですね、もう日本のラップを地上に押し上げたというか、俺は東京生まれヒップホップ育ちが生まれた、あの曲を歌っている KJ さんです。この KJ さんのバースですね、まずすごくいいのが、右往左往していくどかのと苦悩などしていくのだろうっていうのがもう綺麗に全部韻踏んでるんですよ。ロックの方でイメージしている方からするとちょっと意外かもしれないです。本当に綺麗にすごく文章の意味も通っていて、ワードとしてもあなるほどなっていう、すごく綺麗なライミング、リリックになってますよね。で、まあこの右往左往していくどかの苦悩などしていくのだろう、それを充実と呼ぶんだっていう、充実、リア充とかっていう言葉が最近あんま言わないかもしれないですけど流行りましたよね。私たちって意外とその言葉がこれのことだよねってお互い確認を取らずに、幸せとか恵まれてるとか、それこそ充実とか成功とか、これをやってこれをやったら幸せだよねとかっていう確認は取らずに、漠然と物事が思い通りになったこと、何かを成し遂げたことを幸せや成功や充実っていうふうに呼びがちなんですけど、 KJ さんはそうじゃないと。右往左往して頭を悩ませて、その中で苦悩してうわーってなっていることこそ充実と言うんだっておっしゃってるんですね。これすごく大切なことですよね。私は曹洞宗の僧侶になるわけなんですけれども、曹洞宗の修行の捉え方でちょっと特殊で、もともとですね、曹洞宗の教えを日本に伝えた道元禅師という方は、初めに仏教を習った時に、全ての人が生まれながらにして仏様としての心を持ってるんだって言われた時に、じゃあなんで歴代の人たちはみんな修行したのっていう疑問を持つんですね。で、これをいろんな人に質問したけど答えてもらえなくて、中国に答えてくれる人を探しに行くわけです。そこで出会った答えという
というのが、私たちというのは修行をしていく上でこそ仏の心が現れていくんだ、行いの上にこそ心があるっていうことにたどり着くわけなんです。どういうことかというと、仏教って一般的なイメージだと修行の期間があってゴールとして悟りがあって、この悟りにいたらあとはもう余韻というか悟った世界が続いていくって思ってしまいがちなんですけれども、実はお釈迦様にしてもずっと歴代に伝わってきたお坊さんたち全員が仮に悟ったっていう場所があったとしても、修行をやめた人は一人もいないんですね。お釈迦様も亡くなるまでずっと修行し続けました。説法と修行の旅をし続けたわけです。そしてそれを道元禅師は曹洞宗の教えとして伝えてきた時に、日々の行いの上に常に仏の心を起こしていかなければいけない、表していかなければいけないっていうところにたどり着いて、それがあってまず座禅だったり、私たちの修行生活でいうとサムっていう掃除だったり、食事作法だったり、お手洗いやお風呂や髪をする作法なんかもあるわけですよ。一つ一つに作法があるのは、普通にしていたらついつい煩悩が起こって道をそれたり自分勝手になって振り回されてしまいやすい私たちだからこそ、日々の生活の上に仏教の教えを表して仏の心を表していくっていうのが曹洞宗の修行の考え方なんですね。ちょっとややこしい部分、聞き慣れない方には分かりづらいかもしれないんですけど、これをすごく分かりやすくおっしゃった方がいて、奈良孔明老師という、もう亡くなってしまった方なんですけど、本当にこの方はどれだけ自分の心がささくれ立っていた時でも、その方の話を聞くといつの間にか心が穏やかになってしまう。そんな、まあ、もともとは学問の方から入った方で、駒澤大学の学長だったり総長なんかもやられた方なんですけれども、その方はこんな風に今の修行観、曹洞宗の修行観を表されてるんですね。仏への道が仏の道だと。自分は本当にどうしようもない人間で、ちょっとしたことで怒ってしまうし欲の湧いてしまう人間だけど、仏様のように自分勝手さを抑えて心穏やかでありたいと願って歩んでいく、その道こそが仏の道になっていると、そのようにおっしゃってるんですね。これをまあちょっとこう関連させて言うなら、成功している日々、結果を出している日々のことを充実というんじゃなくて、いろんなことに失敗したり悩んだり、この間も心が動揺することは悪いことじゃないっていうふうに申し上げましたけれども、いろんな方向に心が揺れ動いて悩んで苦しんでもがいてっていう、その日々こそを充実って言うんだっていうふうに捉えることができると、今この時期に新しく任された仕事だったり、新しく移った環境の中で自分はなんでうまくできないんだろう、なんでこうなんだろうっていうふうに苦しかったり悩んだりしているっていう、それも人生にとっては大切な意味があると。もちろん体に無理はしちゃいけないですよ。体や心に無理のあることをしちゃいけないんですけれど、結果が出てなくてもそれは一つの充実だというふうに捉えてみてはいかがでしょうか。ということで今回は、まあ、ちょっと5月のこの時期ということもあるので、少し何かそういったところに光が当たるような言葉ということで、ミスマンデーでザ・ライトフィーチャリング KJ フロムドラゴンアッシュ森山直太郎ペスフロムリップスライムから、右往左往して幾度かの苦悩などしていくのだろう、これを充実と呼ぶんだという言葉をご紹介させていただきました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価ボタン等々々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。